ははいいいおはようございます,ざいますいやもうすごい顔ぶれのね人たちに集まっていただきました、もう堀さんも昨日喋ってたのにもこのセッション出たいと自分が喋りたいと <laughs> すごいおっしゃってましたけれども、まあ、そういうね、えー、あの素晴らしい方々に今日ね集まっていただいたわけですがテーマはですね、えー、皆さんご案内の通り経済人による地方創生。 とということになってますで私自身、実はあの経済産業省ってところに14年ぐらいいてですねでその後今、えー、10年超ぐらいですね今,今までで10ぐらいのです、ねえー、基礎自治体でいろいろアドバイザーとかをさせていただいてるんですけど、まあ、地方創生、ね、皆さんも,、まあ、もうすごく関心あるしねぜひ進めてほしいと思ってるけどなんかあんまりうまくいってる感じも同時にないですよね、マクロで見るとでここはね僕は一言で言うとやっぱ経済の弱さだと思うんです。 どうしてもまあ僕は行政サイドからなっちゃうんで、まあ、補助金をばらまく配る、ねね、住民が一番困っているところにそのお金を出すっていうですね、まあ、これこれで大事なんですけどなかなかこうサステナブルに将来に向かって伸びていく感じは起きないですよね。 で僕はここの突破口の鍵がもうとにかく経済だと思っていますで今も自治体や経済部局は、ね、もう予算も人もちょっと弱いです、まあ、ちょっと関係者の人がいたら、ね、申し訳ないんですけどいう中でもうこれは、ね、もう経済人の方々にどんどん関わっていただいて地域をガン,ガンあの活性していただくという,もうここしかないと思っています、今日ぜひです、ね、それをフロアの皆さんと一緒に、ね、インタラクティブに進めながら盛り上げていければという,ふうに思います。 で今日はあの控え室でですねもうすごい方ばっかりなのでもう皆さんそれぞれのミクロの取り組みは素晴らしいんでそれ本当、ね、1時間でも2時間でも皆さん、講演、ね、していただくような方ですけど最初56分でちょっと1周目皆さんのお取り組みをですねどんどん大自慢大会にしていただいてで2周目の時にそのこにミクロの経験を踏まえてもうちょっと広域でとか 政策としてこうやったほうがいいんじゃないかっていうのはちょっとマクロの提言もちょっといただくとこういう2周で回してですねでガンガンご質問いただければというふうに思います皆さんの今からのこの拍手で自慢度合いが変わりますんで自慢ねどんどんしていただきたい方は大きな拍手でお願いしますはいありがとうございます いやー、楠本さん来ました。この拍手なんで、ちょっとトップバッターで、あれですけど。もう職を通じて、カンカン、はい、あの盛り上げていらっしゃる。ああじゃあ、楠本さんからお願いします。はい。おはようございます。なんか、かってやりづらいっていうか <laughs>。あの、おはようございます。元気にやりましょう。あのー、で、まあ、自慢大会っていう、あの、朝日な、えー、リーダーの指示、ご指示のまま。まあ、お話をしようと思ってるんですけど、ちょっとその前に、経済人によるっていう、あの、協調だったので。その地方。 <ん>創生をその経済人がどうできるかなっていうことをちょっとひ、まあ、僕なりにまずひもときたいんですけれども、あのー、そのいいことを、ね、あのやってるだけじゃあかんのだとでそれをその経済で回さなきゃいけないのだっていう仕組みを作るためにはあのこれその政府の委員会でもずっと言ってたんですけどこれインバウンドなのかアウトバウンドなのかみたいな議論もあるんだけど それはあのこれはこ全部を寄せては返す全体のグランドデザインが絶対いると思うんですよ。とじゃあちょっとで長期的視点でフォーカスしてみましょうということで言うとじゃあ2050年、30年後我々はバブル崩壊から失われた30年と言われてるんでここから先の30年失うわけにいきませんからあの失ったらねさっきも話してましたが日本終わっちゃうんで。 えー、30年後にピカピカに輝いている地方創生地方創生というか地方が元気な国になるそれによって経済が回っている国になるためにはおそらくこの3年から5年が勝負だと思うんですよで2030、えー、年にはもう出来上がってないとあるいは成功事例でまあ日本ってあのなかなか変わらない国だけれども でもあの戦後もそうだし明治維新もそうだしあこっちかってなったら一致団結できるところが強みだと思うんでこっちねっていうのを可視化しなきゃいけないとだからこの可視化っていうことがですね2025年からもうボンボン出てきて、まあ、あの今日の皆さん皆さんそうなんですけど2030年にはもうそれが出来上がってなきゃいけないっていう割と短期決戦で地方創生をやらなきゃいけないんじゃないかなというふうに 思っています2050年はご存知のように日本の人口9,000万人ぐらいになりますね9300万人だけれども、えっと、世界は100億人になるわけですで、えっと、この,そのビッグマーケットにもなるしある意味その100億人になる社会ってあの問題解決山積みだからでそれを日本の地方がモデルになっていや日本に行ったらなんか地球人の生き方があるでみたいな ふうにするためにはどうすればいいかっていうちょっとそういう議論も含めてなんかやっていけたらいいなとあの思いますであの私はそんなまあ自慢できるようなことはあれなんですけどああのまあ、コロナのあとですね、えー、やっぱりあのそういうふうにあの僕自身をもってこう結構地方の仕事あのが増えたんですね。で えと今、8個ぐらいの地方創生案件をちょっと垂直的にやっていてあの発表前なんであの、まあ、ちょっと具体的なあの名前は言えないんですけどもあのその、えー、と江戸時代の,です、ね、あの古文書を紐解ときましてでそこから江戸料理っていうのを、えーまあ、ブランド化していこうとあのいうことをやっています。 あのえー、江戸ってなんか、ね、あの非常にこう有名な言葉なんだけどじゃあ江戸といえばどこっていった時に東京になっちゃうからあんまりなんかそれをじ世,界世界から実感できる場所はないじゃないですかつまり言い換えると東京っていうのは現代の話であって江戸っていうことになった時に非常に地方なわけですね江戸という地方をどういうふうにブランド化していくかみたいなことを今やったりしています。でそうすするとです、ね、あの割とでね割 北関東のあたりから、えーまあ、前橋の話も後で出てくるかもしれませんけどもあのいろんな古文書があ,のあ,るあるんですね。でそれをあの現代的にコー,ヒーも解いていくということです。僕はあの仕事はあの一応食、えー、の仕事をやってますので、あのーまあ、日本の食をどういうふうに今言った地方創生も含めてそれからその世界100億人に向けてどういうソリューションとして。 O.S. として日本の食っていうのをあの提供できるかっていうようなことを今あのやってるんですね。メイドインジャパンを売るだけじゃなくて、日本の食っていうのがあるいは日本の地方っていうのがどんなふうにその世界のあの0億人社会に対して貢献できるかとこれは O.S. 化できる。 あのことだとだ思ってますなのでそういったことのデータベース化というようなことも含めてあの今やってます。であと地方はね、えー、っと横浜の方に、えー、あのこれも来月発表なんですけどあのあの庭を作ろうと、えー、いうことを思ってましてあの次世代の商業施設っていうのはなんか箱物なんじゃなくて庭なんじゃないかみたいな。 あのことでですねなんか植物園作ろうみたいなことを言って,てあてでも、ちゃんと経済で回さなきゃいけないんですだから、箱物だと原価焼却しなきゃいけないから原価焼却しない商業施設みたいなのを作ろうみたいなことを今やっててあとは沖縄であのファームリゾートをあの手掛けようということでえこれもあのゴリゴリですね、今、開墾中でございます <laughs>。そんなこととやってますあともう一つは 1>, えー、1分だけですけれども、あのー、あ2つですねあの、えー、フードテックの、えーまあ、いろんなあの、まあ、ご審査というか、まあ、いろんなそのコミュニティに参加させていただくことがあのすごく多いんですねで世界のフードテックを見渡してみるとあのえっ、ー、とねおいしくするフードテックないです世界中に。大体肉とか それから培養肉とか、えー、DX とかロボットとかつまり人の作業を効率化するとか何々の代わりに何々を作るとかあのそういう社会問題解決から来る、えー、フードテックが多いんですけどおいしいものないんですよあの。皆無と言っていいほどないです。で日本ってそ,のそれぞれぞの地方に まあ、あのグッドイートもそうなんですけれども,あのもう本当に目が綺麗なおいしいものを作ってらっしゃる方これ生産者の方もそうだし漁師さんもそうだしあの、まあ、製麺所とかもいっぱいいらっしゃるじゃないですかでこれを、えー、とテックの力でちゃんと結ぶっていうことがすごく大事だと思ってましてで来月ちょっと2つの発表します1つは、えー、発酵です。 であのすげえベタな社名で発酵フーズっていう会社を作るんですけどあのまあ,あのうちもずっと発酵やっとるんであのそれをやろうというのとあと鮮度ですね、えー、日本のおいしいはあの鮮度によって守られていてでこの鮮度をどういうふうに、えー、テクノロジーでつないでいくかということをやっていくとあの結構こう世界にあの要するにフードロス問題の解決とかそういったことも含めてですね あの持っていけるねっていうことで、まあ、あのいろいろやっておりますけれどもあのプロデュースもやるけど後ろ側の何のて言うのかな地方創生の下支えというのを、えー、やる、まあ、あのことを今仕掛けております。 はい、ありがとうございました。もう本当にいろんな職の取り組みからもうね。僕もアメリカとか行って思いますけども、各地全然ね。食文化とかないんですけど、やっぱり日本はどこ行ってもすごいですし、もう大都市から沖縄までですね。もういろんなお得意のね。お話しいただきました。本当にどうもありがとうございます。はい、じゃあ続きまして。じゃあ高間さんよろしくお願いします。はい、あのま今、あ、日経済人だって言うんですけど、まあ皆さんそれぞれ本当にすごい方なんですけど、僕はあの？ ひたすらにですね日本の教育を変えようということだけをやってきて純粋にでそれがまああの稼いでる NPO って言ってるんですけどまあ周りも下なっていう立場なんでそんなに経済的に強いことは言えないんですけれどもただ、現象として今見える景色を言うとですねあの明らかに大社長軍団で地方移住がどんどん進んでるなと。 いいうことででですねでだいぶ知ってる人でもでそれが何か条件があるかとまた大自然です、ね、で、これ地方ですごくメリットがある部分で,であのやっぱり自分のためにもそうだしやっぱり子どもたちのためにはあの自然の中で育てた方がいいということはどうやらをもう確信を持ってみんな 思いい始めたととうことがあるでそれから、えー、っとやっぱ行けてる買い物がまあ相当遠くないところにあるみたいなです、ね、奥さんの基準もでかくてですね <laughs> やっぱなんかたまには高級品をブランドあの物色したいみたいなのがあるんで相当、まあ、遠くないとこがあるとかですね、まあ、現実のお話ですね。であとやっぱ教育なんですよね。 教育に遜色がないとか教育ですごく魅力的とか、まあ一言で言えば例えば軽井沢に何でそう決めたんですかって言ったら「風越学園」って小学校ができたからみたいな言い方するんですよね。まあ、本当に分かってるといえばブランドだなと思ってますけどもあのまだ本当に本物かどうかなんが後から分かってくるので。でも教育はやっぱり あの移住を起こすならばつまり何かっていう,かこういい会社があってその地方にっていうね地方創生するっていうのにキーワードやっぱり回り続けるそのエネルギーとなる企業群とやっぱりいい教育だと思うんですよ。でそこの 鍵っていうところは今まで貢献してきた部分っていうのはあの私がやってる部分は貢献できるかなっていうふうに思ってましてあの、まあ、最新のところで言うとですねあの、まあ、僕個人としてはその、まあ、無人島を広島に買ったのであの野外体験のメッカとしてですねあのこれからまあ見ててください100年1000年続く日本にはあの「花丸無人島ってあるよね」みたいなあれだ「本当みんな真似したよね」って後からって言われるような。 何もないからこそ本当に不自由するからこそあの手に入れられるものみたいなのを1つお手本で示そうと本気でやってもう3人移住してましてそのためにですね移住って移住本当に島にしちゃったら友人とになってしまうので <laughs> 港の方に住んでですねやってるんですけどまあそれは1つの方向性ですねつまり大自然というのを教育に本気で生かすということをやってみせますっということですね。 本当に今年なんですけどフリースクールを2つぐらい立ち上げたのがですねめちゃくちゃバズってるっていうかす,、ね、すごいんですよ一、まあ、つはまあちょっと有名プロフェッショナルにも出た井本先生っていう栄光学園の先生がうちに来て何でうちなんか来るんですかって言ったらその本当に恵まれないっていうかどう恵まれないかって言うと結構天才児って日本じゃ育たないっていうかですねいじめられて同調圧力で潰されてすごく IQ が高い人の軍団に話聞いたら半分は引きこもってるみたいな。 が IQ が良ければ成功っていうわけじゃなくてですねみんなと同じっていうところに耐え抜かないと生きていけないみたいなのあったりしてで,でフリースクールやったらですねまあいわゆる発達障害とまあ、外から言われてるけれどもエッジの子が揃いも揃ってきててですね、まあ、一つ例で言うとその。うん 日の原村っていう村の中であの一軒家を買って学校っていうのをやったところもすごくもうそれは井先生がやるからこそってうのもあるんですけどもだって神奈川の有名な高校の先生が三四人もうやめちゃってですねもう看板団みたいな人たちが英語とかそれに同調してなん,んと新しい村じゃないですけど「もう作るぞ俺たちは新しい学校」ってやってますともう一つこっちだけ一番言いたいのは吉祥寺なんですけどあの まあとある若者軍団が来てですねごっそりある会社を辞めて花丸で一緒にやりたいっていうからでまあ本当に天才なんですよど実はこのシャツも彼が開発してくれたあ,のある障害のこの絵をですねこうやってシャツにしましょうって言ったらバーンってもう瞬間風速でもう見うごして阪急だなんだ,だっていってもトップがバーってくるぐらいのものになったんですけど彼が学校やりたくて来ててであの仲間を集めて吉祥寺でやったらですね24人 初期4月から入会してですね、これ、これ何がすごいって、これ、教育の人じゃないと分かんないと思うけど、不登校引きこもり3年も4年も行けてなかった子たちなんですよ、本当に、小学校に。生が来たら、その知りに隠れて帰ってっていう,うな子たちがですね、もう危機として、全員危機として通ってるんですよ。これはもう、フリースクールの教会の会長が絶句してました、こんなこと起こるのかみたいな。大抵はとっても苦労する どころかもう半分やめてしまったりなかなか続かなかったり,り全員が全員しかもビルが7時半に開くんですけど9時からその7時半のもうビルが開く時にもう待ってるみたいなことが起こってるでそれがまあちょっとそれはこ,これ以上は企業秘密的なな, <laughs> <laughs> なんでそれが起こってるかい、まあ一言で言えば愛なんですけど <laughs> 本当に心が愛する、まあまあ、言っちゃいましょうかあのですね <laughs> あのいやいや,いやそんなじゃないんですけどいやこれ結構コロンブスの卵なんですよつまりねモンテッソリ持ってきました家にら持ってきましたみたいなのねその輸入物で何かやろうとするんだけどあの江戸があるでしょうが日本にあっていうのもあるし本当はこの国すごいいいものいっぱいあるんですよね大学の数学があったりとかでその自信持ってよっていうのがあってですねでまあまあそれは置いといて言いたかったらメソッドをいろいろ言うけれども。 長年やって思うのはねやっぱりね自己肯定感みたいなところ本当に育ってきれる大人の集団がいれば1 5 6になってあ俺これじゃダメだなと思えば自分で修正し始めるんですねだからそこを本当に受け止めてあの居場所みたいなのを作ってあげることが勝負なんですけどこれがねまたねいいことは言うんだけどお前じゃねえよみたいな人がやってたりですね <laughs> 要するに魅力勝負だから魅力的な人がやらなきゃいけないんですよ。 外から見てああんなふうになにりたいっていっうエネルギーがある人でそれが揃いも揃ってるんですよそいつの周りにで言ったのがあのどういう方向性どういうメソッドでやってあメソッドとかないですとかあの僕が思ってるのはあの彼ら天才なんであの朝から晩まで預かった子たちのことをずっと話し合ってる軍団でやりたいんですって言ったんですよ。これ結構すごいことなんですよ。 ちょっとそろそろすみません、一周目、あ<の>終わります鍵を言いましたんで、終わります、はい。大丈夫ですか、もういいです,あす。本当にね、もう高山さんにはいろんな廃校利用とかも大変いろいろアドバイスをいただいたりしてるんですけど、もう地域かける教育っていう切り口はこれからね一つ大きな鍵ですよね、まあ、ワーケーションって言葉ありますけど、ワークアンドバケーションからワークアンドエデュケーションに、ね、変わってきたりして、軽井沢なんかもそうよね、教育のメッカーですけどね、ありがとうございます。はい、それではあの田中さん も前橋をあ大丈夫です。はい、すみませんあの私はですね群馬県の前橋っていうところの街づくりで、えー、まあ活動しています。で、まあ前橋っていうとですね私がこう地域にこう入り込んだときに、まあ県庁所在地47都道府県のまあ路線化ランキングで再開、で群馬県の魅力度ランキングも再開ということですね非常にこう厳しい状況だったんですね。 でシャッター商店の写真はですね社会の教科書にシャッター商店街の代表例として載るぐらいなんですよ。で当時その商店街のアーケード日曜日こうよく行ったんですけども多分ここ車で100キロでスピード出しても人を跳ねないだろうなというぐらい人いなかったんですね。本当びっくりななんんでですよも、まあ、もそんな街も実は この20世紀型開発から取り残されてですね変なこう箱物が作られてなかったんですねで、まあ、隣には高崎市という町があって新幹線も止まって、まあ、割とみんな高崎いいなっていう話をしていたんですけど私はなんとなくこう商人の直感としてこの町は一周回ってトップになる可能性があるなと思ったんです。それで じゃあどういう町になるべきかっていうことをいろいろ地域で考えたときにですねやっぱりほとんどその何か町がこう発展する時って特定の産業がこう栄えたときに発展してるんですねで前橋の場合も明治時代に生糸を横浜から海外に輸出して本当日本でも有数のこう繁栄している町だったんです。 でもそれがキートの衰退とともにですね前橋の町も衰退していったわけなんですけどそういった特定の産業ではなくてどんどんスタートアップとかですねこれからこう今現在がデジタル社会後期なのでデジタルを含めた新しいスタートアップがどん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 生まれるようなそういう町になった方がいいなとでそのためにはやることいっぱいあるなということでいろいろあるんですけども私たまたま こうそんな時に創業300年続いていた白屋ホテルっていうホテル白屋ってですね旅館をあの再生することになってですねでこれをやることになってまあ本当にこう街全体にコミットしていくわけなんですけどもまずそのホテルを再生するときに私自分でやる気がなくてですねホテル屋じゃないですから眼鏡なんてもうホテル全然素人なわけですよ。 ホテルの運営会社とかあのコンサル会社にぜひホテルやってほしいと言ったら田中さんね前橋なんで誰が行くんですかとホテルっていうのは人が集まるところにニーズが生まれてできるものですとでしかもホテルっていうのは町とともにあると大体いい前橋ってどんな町なんですかと私には想像がつかないということで、えー、もう県もほろを断られるわけですねそれで だったらこう人が呼べるホテルを作ろうということでイヤホテルとして再生するわけなんですけどもその過程でですねやはり前橋町全体のビジョンが必要であったりあるいは町全体のアーバンデザインが必要であったりっていうことでビジョンを作る時にはドイツのミュンヘンからブランドコンサルタント会社を呼び前橋の町のアーバンデザインを作る時はポートランドの町づくりを先導した。 現地の建築設計会社を呼んだりですね全く新しい取り組みをしてこう今に至ってますで細かいこと言うとですねものすごいたくさんのプロジェクトが同時並行で進んでいるんですけどもあの今現在一番こう前橋をえ特徴づけているのはあのまあ建築とかアートとかそういったことはまあ割とこう面白くなっていくんですけども。 えー、岸田政権が掲げているデジタル田園都市国家構想ここのタイプ3っていうことであの、まあ、全国のお都市をですね先導するサービスをこう前橋は、えー、期待されています。で全国で6か所選ばれたんですけどその中でもですね結構大きなお金がついてこれから前橋はデジタルそれから、えー、食とか、えー、ファッションとかアート建築 えー、そういったものをです、ね、中心に、もうかなり多岐にわたる、多層的な魅力を創出しようということで、動いていますで、それが別に私一人ではなくてあの、アップル本社の副社長をやっていた深田さんという方がいるんですけど、こういった方も前橋出身ということで巻き込んで,です、ねえー、かなりあの実はすごい動きになっているという、そんな状況ですいやありがとうございます。 私もあの弊社もちょっと群馬にアドバイザー出させていただいたりですね、私もまたやったりして、本当に今前橋注目ですよ。もうこれぜぜひ皆さんね行かれるとあの本当にいいと思うんですけれども、でいろんな経済人もね育ててたらっしゃいイノベーションスクールとか、もう本当にあの尊敬申し上げてますけどねま,まさに経済人による地方創生の代表例だというふうにね思います。はい。じゃあの建築もね、あの藤本壮介さんの素晴らしいですよね。あ、白井そうですよね。はい。じゃあ,あの最後あの山田さんお願いします。 ははいい、えー、おはようございますあのこのテーマである経済で地方を盛り上げようというのとちょっと真逆というか別のアプローチを取ってるんですねその話をあのしたいんですけどその前にあのどういうカヤックが地域の関わりをしてるかの話をしてそのどういう真逆のアプローチっていうのはどういうことかっていうのを話したいんですけど関わりとしてはまあもう25年間 浜倉ででやってますのそそもそも地域の企業になってるのので地域の企業になるとそ,のそこに社員が住んでたりとかそこでのブランドが蓄積されていきますのでコングロマリット化していくわけですよねなのでホテルやったり、えー、葬儀会社をやったりとか不動産会社をやったりっていうのをあのなっていくのでこういう企業は地域にいっぱいあると思うのでそこのこと自体はそんなにあのことさら強調することでもないかなと思ってるんですけど。そのさっきのの冒頭の質問に 話す上で2つサービスを紹介したいんですけど、1つはその地域通貨のサービスを今、デジタルなんですけれども、20箇所ぐらい展開しているサービスをやってます。これはえっと日本円に戻せない地域通貨ですね、いわゆるプレミアム商品券付き地域通貨っていう、その地域でしか使えないけど、日本円のように使えるっていう通貨ではなくて、日本円には戻せないけど、地域のつながりを増やしたり、街に行こうとしようっていうような通貨を展開しています。 あとはスマウトという移住のサービスを展開していて今、800自治体が使っていただいていてま移住のサービスではナンバーワンのサービスをやっています。この2つをやっていてそこと絡めながら今の経済の話をちょっとしていきたいんですけど結局、地方創生をしっかりとやっていこうというのはなんああでやらなきゃいけないかというとまあ地方が衰退しているからですよね。そこに対してあ,のまあ,ある程度何とかしなきゃということで都民の再配分の価値もあると思うんですけど。 地域おこし協力隊っていう予算を使って人を送り込んだりとかさっきのプレミアム振興券もあのかなりの国の予算が使われてますよね結局お得を言わないと人が使ってくれないのでそのお得部分を負担して、えー、地域でしか使えない通貨を発行するわけですけど実際その経済効果とどう合うのか合わないのかって話していくとずっと何十年も議論があるけども富、まあの再配分っていう意味であの税金が使われるっていう流れがあってでも一向にその地方の格差が なんて言うんですかねあの縮まらなかったわけですよね。という意味でいくと経済的に格差は資本主義の課題としてあるのはもう今後もあるから一生懸命地方経済で盛り上げようっていうのはあのなかなか難しい難しくはないんですけど先ほど田中さん仁さんが言ったように産業が新たになる時とかそれは都市の機能が入れ替わる瞬間があるからある地域が盛り上がって東京に勝つみたいな瞬間は。 ああるかかもしれないいけどそういうパターンかあとは交通ですよね昔は港町を中心に栄えてたのが今駅中心になってこれから空の交通が始まると、まあ、またガラッと変わる瞬間があるかもしれないんだけどっていうそのいくつかの方法があるんですけど結局格差は広が,らない広がり続けるからその本質的に経済的な価値を上げないと、まあ、ある程度町が盛り上がらないっていうのは正しいんですけど経済的価値を追っかけてると そんなに大して状況が変わんないなっていうのは僕の考え方でそこであの地,地域通貨を作ったところにつながってくるんですけどあの地方に行く人って経済価値を求めていってるわけじゃないんですよこのコロナ以降も移住がすごく進んだのは別の価値を求めていってるわけだからそこを価値化してそれが先ほどあの高浜さんが言ったような自然が都合あるとか有利って言ったようなああいうところを価値化するような指標化できるような地域通貨を作って 経済今,まあ、今までの経済価値に換算するってやり方もあるんですけどそうするとやっぱりそんなに変わらないなと思ったんで別のお金みたいなものを作って今,今の法定通貨で測れない価値を測って地方として個性を出したり盛り上げていくっていう方向にしないと本質的な地方創生にならないといかずっと東京を目指そうみたいな話になっちゃうというか経済的に勝とうみたいな話になっちゃうんで、まあ、それをやっている限りどっかは勝つことはあるんだけど格差が。 どっかに集中するっていうのは変わらないなっていうすごい壮大なアプローチで地域通貨を始めているっていうのが最初の出発点なんですね。で地域通貨を作るのは相当難しいんですけど人の意識が地方移住しようっていうのはこのコロナ以降流れて変わっているからそんなに地方に経済的価値を一生懸命追いかけなくても移住したい人は増えていると。で経済的価値はもうメタバースに遂行してくるから結局あので 経済の主戦場がデジタルになってるわけだからデジタルの中で稼いだり何かをするっていう人が増えていくっていうのはあんまり地方に箱とか作る必要がないんですよ。ほぼほぼそっちに経済が移っていくからそうするとオンラインで仕事する人はどこでもいいわけなんであのでそんなに未来はあの暗くないなっていう印象を持っているとそういうふうに捉えてます、全体的には。ありがとうございます。全く別のね尺度、価値観をね作ってまあ結果としてそれがまあ 活性しててるっていうですねまあ別のゲーム作りっていうですねもう本当に非常にまあ全くあの同い年なんですけども全くそう見えない <laughs> 先をね行かれてる柳澤さんのお話ありました <laughs> というところではもうあっという間に残り15分ということになりましたけれどもあともう一周できますんであの皆さんね個別の取り組み本当にあの今勉強になったと思います今度じゃあそれを踏まえてまあ少しちょっとねマクロの話も出ましたけれどもデジデンのね話とかあのそれぞれのお取り組みの中からもう,もうちょっと広域とか 国全体とかですね、えー、もう世界を見据えたとかちょっとマクロ視点からですね、あのー、3分ずつぐらいですねコメントいただければと思うんですけどじゃあさっきちょっと楠本さんからだったんで隣ので隣の高間さんからあのお願いします、はいあのーまあ、僕は具体策はやっぱりそのさっき言った、あのー、仕事はどこでもできるとすればやっぱり地域のこうイけてるブランド感みたいなので移住していくと思うし。 でお買い物自体は実はもうねあのアマゾンとかでもできちゃうので,でやっぱり教育をこういうふうに生かしてますっていう時にですね実はさっき言ってフリースクールの話であの100個も200個もいやいや1000個ぐらいフリースクールができてですねそれを公共がもう認めるとこれも学校ですよってなっちゃえばもう例えばここらは発達障害のこう多度系の子に強いしかも 例えば、囲碁で伸ばす学校だとかですねピアノでものすごく特化したこういうフリースクールなんですっていうちゃんとした学校として認めてもらってそれぞれの角を伸ばすみたいなところを競い合って各地方がうちではこういうことできますってやっていけばあの本当に伸びると思うんですよね今の,あのとにかくみんなと一緒でだお前だけだろやんないのって言われるようなことをきちんとしなきゃいけないみたいなそういう兵隊的な学校はもうあの終わってるので。 あのかといって変わらないんですよ、やっぱり今までやってきたっていうのがあるから、大きい船がかじを切れないみたいなのがあって、ですねでその中では具体策として、僕は実は20年ぐらい,いやそれやってきて公共、外からいろいろ帰るとか、一つ二つ事例っていうより、そのフリースクールを山ほどやって、それを国が認めるっていう方向が一番ありだなっていうのが、ありがとうございます。では田中さんよろしいいすか、はい あの地域に限らずなんですけどあのやっぱり今のこう日本の状況を見てると多分政治も経済も教育も,もう全くもうだめというかですねあのもう構造的に何か問題があるんじゃないかなと思うんですね。であまりにも変わりたくない人が多すぎて。 でもう世界の中でも日本だけがどんどんこう溺れ始めてるんですね。でこの溺れ始めてることが分かってるのに変われないこれ朝日奈さんどうしたらいいいんですか <laughs> いやもうこれね変わりたいって人が一人一人動いていくしかないんですよねもう本当に。あるその名前出せば皆さん知ってる世界的な日本,日本を代表する起業家の方が。 言っていたのは多分今の状況だって日本ポシャルねとでそれはもう本当にもう近づいているとで円だって多分まあいろんな噂する方がいて、まあ、150円ぐらいまでいくだろうっていうような話しましたけどその人はそんなもんじゃ済まないんじゃないかとで今のこの日本の借金とですねこの現状を考えるといや結構厳しいなと。 で、まあそんな中ですね。多分日本全体変えるの難しいので、まあ、私はこう地方の一都市えー、前橋を変えるべく今頑張ってるとそんな感じです。いや、ありがとうございます。本当にね。あのマクロにもう日本はねこう金利上げられないですから、今ね上げると財政に響いちゃうしって中で。でも各国上げてるし、これどうするの？って身をけ取れない中で。でも各地が先ほどの柳沢さんの話したんですけども。 別のね尺度で生きていくっていうそっちの方向にねこう同歩に持っていけるからですけどでもね人口規模でいうとまあ私例えば越谷市とかアドバイスしてますけどあのね35万人なんですよアイスランドと一緒なんですよねうんだからやりようによってもねいろんな存在感出せるっていうことなんですけどはいそのうう中でもう鎌倉からねあの全国いろいろやられてる柳沢さんいかがでしょうかうかんどういう話まあちょっと概念的な話になっちゃうんですけどあの その日本がダメだっていうのはその若いその子供とかをアジアのね一生懸命勉強したりすごい向上心があったり競争力がある人と今の,その若い人たち日本を見るとまあボケボケちょっとしてるからこれは経済における競争力っていう観点ではちょっときつそうだなっていうだからまあその競争っていう理屈だとなかなかこう上を目指そうみたいなのとか経済を伸ばそうみたいなこと自体があんまり盛り上がらない目標に見えるというか日本においては。 だからまあ仲良くやるような強調する方の方向の方がで理念が素晴らしいとかすごい世界をより良くするとか日本が世界に勝つぞじゃなくて日本が世界に貢献するぞっていうのは乗りやすいっていうようなでこの辺ってやっぱ街づくりやってると過去の事例見ていくと。 その行政と企業と民間団体ですね、ちづくりの、この辺3社がガツって組んだときに、すごく街が変わるんですよ、どっか1つでも欠けてると大きくはやっぱ変わらない、足引っ張ったりすることになるんで,で、一緒にまとまるっていうこと自体が結構奇跡で難しいんですけど、そういうことが、協調とか、長くやるっていうことが、日本の強みっていうふうに持っていくときに、コラボしたり、企業同士が街のためにコラボしたら、 その市が助成金を出すとかそっちの方向感で僕は地域に対して貢献しようとしている企業っていうのはある種の同志感としてあるからそれ,それってどこの地域でも自分の地域を盛り上げようとしている企業は大体組めるなっていう感覚があるんですけどそういう感覚を広めていくっていうかそうするとそっちの方向感かなっていう感覚はありますねでそこはまだそんなに何て言うかなそこを推奨されてる感がないですよやっぱ各自バラバラやってやってやって,やってる状況だし。 なんかこうだいぶ限りはなくなくってきた感じあるんですよね行政も民間と一緒にやろうっていう空気感って明らかに20年前よりは多い気がするんですけどそこをどんどん増やしていくっていうかっていうことで地方が個性的になれば最終的に世界から見て面白くなってくるから人が来るから経済的にも,まあ人,はもう人口は減ってるわけだから移民の施策に打つか観光の方に打つかですけどあの全然人気になるから経済的にもあの各地域が。 面白くなるって方がそういうふうになるんだろうなというふうに思っているってことですね。さっきの地域通貨もそのためにやってるというか、個性的になれば結果人が来るでしょうっていうことだろうなと思っているということですいやありがとうございます。普通ね競争っていうとコンペティションのね競争を思い浮かべちゃいますけど、あの協調ってねおっしゃっていただきました。一緒に作るね競争っていうことですけど、おっしゃる通り、まああの田中さんおっしゃる通り結構ピンチですけど、ある意味機が高まってるんでさすがにみんなでやらないとねっていう雰囲気も。 ありますしあの僕はずっと行政にいたんであれですけどよ、まあ、くも悪くも今、ね、国は自信なくしてますよね昔は橋の上げ下ろしも、ね、全部国決めるって言いましたけどもバス停1個動かすのもね、まあ、当時の運輸省とかに全部お伺い立てろみたいな話でしたもう無理なんでもう皆さん戦略作ってくださいとでリーサスって、ね、いろいろビッグデータとかそういうものは、ね、皆さん、ね、あの提供しますんで皆さん考えて作ってくださいってそれにあのいいせ計画出てきたらお金つけますみたいな。<laughs> まあ、よくも悪くも弱気になってるんですけ逆に言うと一緒にやろうっていうね、雰囲気。これはちょっとチャンスかもしれませんね。はい、楠本さん、お願いします。いや、本当そうだと思うんですよね。だから、日本ポシャるぞっていうふうに、あの、言ってくださる、そういう経済人の方がいるっていうのはめっちゃチャンスだと思うんですよね。だから、あのピンチになったら、日本人って結構強いから、頑張ろうって、あの思える国民性って、歴史上あるわけじゃないですか。だから、あの。 ピンチじゃねえじゃんとかあとそのけしからんおじいさんが地方にはびこってたりとかそれが一番まずいと思うんですよだからやべってなるっていうのをどんどん飛鳥会議からあの発信していけばいいんじゃないかと思うのとあとあのよくそのけしからんおじいさんについて女川の,の事例をお話しすることが多いんですけどやっぱあそこがあの復興が早かったのって あの一番長老のね方がこれから先は還暦以上一切口出すなっておっしゃったんですよあの震災の直後にそれであのサポー30代40代のサポーターに回れってでやっぱ年功序列のいいところはですねあの 一番の長老の方が言うとははっってなるっていう <laughs> この日本の中決対の仕組みをあの逆にどう使うかとで逆年功序列みたいな時代に、まあ、さっきメタバースの話もありましたけどどんどんなっていくんでなんかそういうふうなこう働きかけで神、えー、山町っていうのが徳島にあって、まあそこはもう本当に20代30代があのガリガリやってて。 で、その行政とそれから学校みたいなのの連携もあのうまくいってる事例なんで、なんかそういう事例をどん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 やっぱりこう。緊張感と危機感を持ってやっていくっていうことかなと思うんですよね。で、あと、さっきあのやなちゃんが言ってた。いや経済と真逆のっていうで、あのままさにそうだと思うんですよ。あの、つまり僕もその冒頭言い損なったんだけど、経済という言葉の意味をあの見直しましょう。っていう。 ことだとだ思うんですよね、まあ、そもそも経済再なだから世を継民を救うっていう,こう100年ビジョンみたいな話なんだけどいつの間にかこうその短期的な、ねあのー、ところにでその増収増益をしなきゃいけないっていうふうに我々日本人はハマっちゃったんだと思うんですよ。だから地方を見るっていうのはそうじゃなくていいんじゃないっていう経済を僕ら自身が自信を持ってこう見直すっていう。 なんかそういうタイミングの時期にコロナで来てくれたので危機感を持ってラッキーと思えばいいんじゃないかなと思ういやありがとうございます、本当にね、そうですね、長期プランね、含めたとあれですけど、ちょっとね、3分だけあるんで、ちょっと無茶ぶりで申し訳ないんですけど、今日ねちょっとなかなか難しいよねって中で、1人ちょっと3 40秒になっちゃうんですけどこう、今日ね、いらっしゃる皆さんがこういうことやったらいいんじゃないかなみたいなね。あの これからのね特に世代若い方もね多くいていらっしゃるんでそれをあじゃあすみませんさっきね田中さんがこの町は一周遅れであの要するに駅前再開発とかやってないから最先端になるって思ったっておっしゃったじゃないですかで全く同じように思ってであのまあだからさっきもにょもにょって言ったんですけれどもそのあの栃木 栃木って江戸がいっぱい残ってるんですよで浅草から始まって浅草東京なんだけど栃木市とかあので蔵の町ですよねそうそうそうそ,うそれでね駅前再開発されてないんですよでこういうところが結構ほんと北関東って実はめちゃめちゃ多いんですよねあのなので新幹線が JR の方がいたらごめんなさいあの新幹線が通ってない場所が狙い目だと僕は思います <laughs> ありがとうございます じゃちょっと軽く一言ずつメッセージいただいてからあのフロアに質問に行きたいいと思いますメッセージはまあ今30代であればみたいなあのやっぱりさっきの食とかってものすごい強みなんだけど毎日食べてると意外と自分の強みってわからないみたいなことがあってです、ね、それを棚卸ししてみるとあの面白いと思いますねこの国は,は身につきすぎてて価値と思ってないことが世界にはう出られるよみたいな実は数学とかそうなんですよ。 数理思考力っていうのはもう江戸時代の遺産でものすごくてです、ね、みんなクイズ好きで難しい問題好きで、常に松丸君とか伊沢君的な、なんか地の,あのタレントが出てくるみたいなのが続いてるし、であのすごくいいね、人工とかね江戸時代すごくいいのがあったんですよね、だそういうのを踏まえて、あのそ強みの部分を生かした企業っていうことをこう考えていくと面白いんじゃないか、しかも地方でやると面白いと思いますありがとうございます田中さんお願いします。 自分はあの若い人はですねやっぱり意思を持って主体的に生きるっていうことをなんかぜひお願いしたいですね。でよくあのうちのスタッフにも言うんですけどやっぱり働き方は生き方なんじゃないかなと思うんですね。でなんかこう日本,その日本ってその同質化を求められてですね教育すのを受けていく過程でやっぱりなかなかこう自分の意見が発信できない人って多いと思うんですよ。 でも、それが今の日本のこの停滞を生んでしまった。一つの大きな理由でもあるので、やっぱりこう。自分の人生を生きるって考えると絶対自分の意見が出てくるはずでで、これを臆さず、やっぱり発信するっていうことをぜひお願いしたいですね。ありがとうございます。じゃあ、柳澤さん一言お願いします。あの鎌倉で会社やってですね。会社のその社風というのを面白くしようっていうのを。の ずっと取り組んできたわけですよねでフラットな組織にして楽しく働くとでこれを住民も同じような形でまあ住民文化じゃないですけどフラットな地域って人をどんどん受け入れるようになるし新しいことが生まれてくるだろうから住民文化を変えるってことも、まあ、結構重要なんじゃないかなと思ってあの JC とは別に別のコミュニティ活動を立ち上げたんですけどその住民文化っていう言葉はなくてなんかその 会社の場合は社内文化とか社風とかあるわけですけど住民のそれ当たるもの何かなと思ってたらまあフードっていう言葉があるんですよねでこれこ,れこの話はこの間聞いた話でまた聞きでどっかで話そうと思ってた話なんですけどその土地にいる人はその土の人なんですね土着の人で外から来た人は風を呼んでくる風の人で。 それ合わさってフードができるっていう、その話を、あいい話だなと思ったときに、我々が提供しているそのスマウトっていうサービスは、風の人を増やしてるんですね。いろんなとこに移住したり 2拠点居住をしたり気軽に住む場所を変えたりっていう人を増やしていてでこれは先ほどのメタバースみたいな観点でいろんなところでデジタル上で仕事ができるなら確実にこういう人たちは増えてでその人たちが増えると結果、風土がしっかり地域に生まれていくから朝稲さんの問いの皆さんに何がやってもらったらいいかっていう意味でいくとぜひあのスマートを使っていただいていろんな地域にあの行ってもらうとです、ね、そもそも日本が活性化していくしそこで好きな 地域が生まれて、第二の故郷が生まれたりとか、まあ、町に関わった方がいいとは思うんですけど、っていうふうにしていけばいいのかなと思って、そんな話を最後にえ付け加えました。じゃあ、ちょうどね、すみません、あのー、少し15分来ちゃったんですけど、ここからオープンね、まあ、みんな風の人になるっていう、ね、メッセージもいただきましたけれども、はい、じゃあ,あの、一人一問で誰に対する質問かを簡潔に、ね、言っていただけると思いますが、はい、うわ、すごかった、ちょ,ちょっと、じゃあ、一番さその後ろの帽子かぶってる方、はい。 早かったね、はい、はい、ありがとうございます、えっと、福岡の方田舎で農業の仕事をしてます梶原です柳澤さんに質問ですあのメタバースの話出ましたけれどもメタバースが主戦,主戦場になった際にカヤックでそのメタバース×地方創生みたいな枠組みで何か具体的な構想があればお聞きしたいですもしなければあの柳澤さんがこんなの面もいれんじゃねっていうようなことがあればお聞かせいただければと思います G1 一個一個スタイルじゃなくて、はい、<laughs> なるほどそうですねあのメ,、まあ、メタバースっていう、まあ、ちょっとバズワードを使ったんですけどあのい意味としてはあのパソコン上でみんな仕事が完結し,してるので実際デジタルの世界で仕事の経済活動が行われているという意味で言いました。だからどこでも えどこにいながらでも働ける時代になるから実はそのどこに産業集積させようとかっていう必要が意外とないまま地方に人が広がっていくんじゃないかっていう意味で伝えたんですけどその本当にメタバースっていう観点でえフォーカスしてもうちょっとミクロにお話しすると例えばまあそのメタバースっていうとまああのなぜあのフェイスブックがメタ社にしたかっていうとまあそこは未開の地なんですよ。もう 本当にまだこれからいくらでも開拓できる新たな地があるから、そこにも経済的な価値があるってことで、わーっていう話ですけど、地方とだからその絡めようとなると、本来パラレルな話なんで、別の世界っていうことではあると思うんですけど、バーチャルなワールドなんで、ただ、いわゆるあの国がやったようなプラトーであるとか、ああいうもの、のリアルな世界を 3D 化して、 連動することでどうリアルな世界の,その防災のシミュレーションをしたりリアルの街歩きを楽しくまあポケモン GO なんかもまさにそうだと思うんですけどそういうバーチャルで走る世界なんだけど融合させることで面白くなる XR 的な MR とかの世界っていうのがまだまだこれから増えていくからそこは当然回復としてもいろいろやっていこうというふうに思ってるのでそこは地域に絡んでる会社としてはあの鎌倉なんかは特に。 強みにもなるし面白いことができるんじゃないかなと思ってるっていう感じですね。はい、はい。ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょう。じゃあそのえっとマスクしてですね、あのそれみんなしてるか。<laughs> 黒いメガネのね方早、はいはい。あ、そうですね。はい、お願いします。 万馬教授。はい。あ、えー、高田と申します。どうもありがとうございました。今、私ソフトバンクで、あの、まちづくり、あの、デジタル化の支援させてもらっているんですけれども。あの、やっぱり地域のその持続っていうところは非常に課題だと思っておりまして。で、あの、先ほどありました。地域での危機感の情勢というところで。地域が主体となって進めていくというところが。やはり最も重要なのかなと思っております。そのアイディアもしありましたら、お願いいたします。誰に聞きたいとかありますか。 えともしあの、どなたでも何かあ,のありましたら、おいいたします,いますか地域が主体になるっていうのは、やっぱりその地域の出身者なり、その地域に住んでる、まあ、人たちを主体になってほしいってことですよねで、そのためにどうしたらいいかっていうことですよね。 まああのー、な,なんかこう難しいですね、な,んかなってくれって,言ってな,なるものでもないから何かそういう熱を持った人がいる地域にエネルギーを注いだほうがいいと思いますよすみませんあの、質問の答えになってないかしで,でもね、私もいろんな地域活性して思うんですけどやっぱりこうキーパーソン、僕のこと、ね、やってリーダーがいるところ。 でこれは別に首長とか社長とかじゃなくてもすごい係長がいるとか何でもいいと思うんですけどやっぱその熱量高い人と、ね、組むと可能性高いっていう、ね、感じは、ね、ありますけどね、はい、じゃあ、どんどんいきましょうかはいじゃあどうぞ、はい、えと22の中山と申します田中さんにお伺いしたいんですけれども私、旅行会社に30年以上勤務してまして失礼ながら前橋という地域を商品化したことは今、なかったんですね。 先ほどウェブの方で白イ屋ホテル拝見させてもらったら、まあ、大変素晴らしいホテルだなと思ってるんですけどもシャッター街がずっと続くような街これ日本中でいろんなところが今あると思うんですけどその前橋をどうして一週間遅れでトップに立てると思ったのかっていうあたりをお伺いいしたいと思ってますあの前橋って街は空襲ですべて焼かれてしまったんです。 元々はキートののででレンガの蔵がいいっっぱいあったんですねでそれを軍需産業に転用してるっていうことで GHQ が全部焼いちゃったんですよ。で戦後に建てた、まあ、シャビーな建物ばっかりなんですね。でそれがシャッター街になったわけです。でもある意味価値がないんですけどでも実はその価値がないところに新しい価値を生むいや埋めるんですよ例えばじゃあ,あの分かりやすく言うと前橋と城主が一緒だった川越ってあります。 川越って今お客さんいっぱい来ますけどもあそこってもう蔵の町ですよねでもあそこあれをあの蔵という歴史に対してあれを壊して新しいものを作れないじゃないですかでも前橋の場合はそれを全てハードとしても新しい価値の,そのアート的要素で作り変えていくことでできるわけです。そうすると昭和の街並みに 新しい価値が入り組んだですね非常に面白い街になるっていうことがもう想像できちゃったんですでちなみにあすいません白岩ホテルはナショナルジオグラフィックが世界で39軒特別な体験ができるホテルってのを選んだんです日本で唯一選ばれましたおはようございます <laughs> ちょっと行ってみます まあね、あの前橋でね、デザインコミッションと、ごめん、作られて、みんなで、ね、どういうね、リーゼインをしていくかっていうね、まあ、すごい新しい民主主義だと思いますが。はい、じゃあ、どんどんいきましょう。じゃ今度そちら、じゃあ、その女性の方で、はい。お願いします。はい。二十二期、東京小三沢です。よろしくお願いします。田中さんに質問があります。えっと、城屋ホテルの再生の前段として、市全体のコンセプトが重要というふうにおっしゃってたと思うんですけれども。 前橋市の全体コンセプトはどうやって作られたっていうのが気になりましたで私は前橋市出身であの非常に課題感を持っておりましてあの将来起業ししてて貢献したいっていいう,うに考えています特に親の世代があの今非常に住みにくくなってるっていうふうに感じておりまして前橋は車社会なのであの車の運転ができなくなった高齢者はスーパーに行くこともなかなかできなくて死活問題っていうふうに思っています なので高齢者が元気になるようなプロジェクトを考えておりましてそうしたときに地域のコンセプトっていうのはどう作られどう意識されどう案件して貸していくべきかっていうのが気になったので教えてください、はい、まず前橋の街のビジョンを作るのにやっぱり前橋に先入観のない人に作ってもらおうということでドイツでアウディとかポルシェとかクレディ・スイスとかですねアディダスなんかをブランディングしている会社に前橋に入ってしばらく泊まってもらってですね ステークホルダーに個別にヒアリングそれから市民3000人のアンケートを持って彼らが分析したんですでその英語を前橋出身の糸井重里さんが芽吹くっていうビジョンに作り変えたということで、えー、進みましたでこれ官民でやりましたで今その交通の件なんですけど実はそのデジタル田園都市国家構想の中でモビリティ改革も入ってまして今これも群馬県と前橋市で 次世代の新しいモビリティのあり方ということでその市民全体のウェルビーングを実現させるための最適化ということをです、ね、申請して今レベルあの、えー、レベル2ですねであの選ばれて採択されて予算もついたので、えー、前橋は多分かなり変わると思います。ご期待ください ありがとうございます。残り5分ほどになりますので質、はい、問ぐらいでお願いします。はい、じゃちょっとね、と前あのあれですね前橋とはねあの矢田さんちょっと質問集中したんであの教育とか食とかあのくすさんとか高間さんに質問がある方あじゃあこの三人行きましょう。えっとじゃ一番前の方まず、はい、あ卒業生のにけ光一郎と申します。あの今日はどうもありがとうございました。えっと私あの 本業であの秋田の活性化を何年、ここ数年やっておりまして、楠本さんにあのお聞きできればと思います、私自身、ふ普段東京と秋田行ったり来たりしながらやってるんですけれども、楠本さん、の全国 SN、SNS 等で拝見する限りですと、結構、全国でなんかいろいろ同時多発的にいろんなプロジェクトを実現されてる印象があるんですけれども、その際、その地域の人たちの巻き込み方とか、うまくそのプロジェクトを実現するために、なんか心がけていることがあれば、ご教授いただければ幸いです。 えー、あんまりないですよね、あのー、ただなんだろうなあの僕ができる役割に徹してるっていうかあのもう本当その地域地域にあのスーパーヒーローがあのいるしあのまだスーパーヒーローになりきれてないでもこいつは絶対にいけるなみたいな,なんかそういう子っているんですよね。 であのだから、まず絶対に出会わなきゃいけないっていうこととでその子たちができないことを僕はサポートするっていうことですねだから、さっきからぐちゃぐちゃといろんなこと言ってるのはあのあのなんかじゃあ秋、秋田はこのポケットからこれを出,し出そうみたいなあの、まあ、支援というかあの何が役立つかなっていう。あの 役割に徹してるっていうかな、そそんな感じですかね。いはい。いファシリーテーターになっていくっていうね、そういう感じなんですかね。あれ<の>です。最初のコンセプトは出します。はい。ありがとうございます。はい。じゃ高木さんにご質問ある方、じゃあその後ろの方、はい。あ、ごめちは今日はお話ありがとうございました。えー、東京工21期の中和と,と申します。と私ですね、あのー、3月まであの熊本であのフランチャイズの 地域に密着した塾を広げてマネジメントをしてい,るしていく仕事をしていたんですけれどもあの教育の場でいうと大学がそこにあるかどうかで人が集まると結構大事なのかなっていうことを思いました天草とかほぼ鹿児島にあるこの人吉を担当してたんですけどそこでいい一生懸命いい子育てても結構大学のある場に行ってしまうっていう結構、まあ、人が出て,ってしまうっていう課題があるのかなと思ったのでこう質問が。 この自分が育った場所にこう戻ってくるっていう意味でこう教育が何かできることはあるかなってことをもしお考えがあればお聞きしたいですあそれはあ,のあると思いますねやっぱりそのどんだけ愛してるかっていうかあの思い出っていうか、まあ、エピソードなんですけどね愛のもとっていうのはそのいいエピソードを持ってるかっていうこう作ってあげるっていうことが大事だと思うのでまあその。うん 教育の現場の担当をする人たちが何て言うかな何か教えるっていうことじゃなくてやっぱりプロジェクトだったりこう熱くなってうわっみたいなことを何度もやってあげるっていうのはそのふるさと好きになるので、まあ、戻る確率はある程度高い、まあ、今でも本当人よしから大学がある東京に,に出てた人間なんで私は <laughs> あのでも戻ると、ね、こんないいとこで育ったのかなと思うんですけどね。 はいといととうことですね大変盛り上がってきたんですが、まあ、あと10秒ということになってしまいましたんです、ね、もうたくさん質問あると思うんですけど本当に、ね、なかなかこう各地っていうのはすごくポテンシャルもあって可能性もあるんですけどまだまだ引き出してきれてないし日本というのは、ね、本当歴史文化その他で,です、ね、ものすごい僕も可能性があると思うんでぜひ皆さん自身がですね今日の学びを生かして 自分で動いて、えー、リーダーとしてですね何か変えていくっていう場、そういうね、えー、きっかけになる場に,場になったとしたら幸いでございます。それではですねあのパネラーの皆様に最後にですね大きな拍手で終わりたいというふうに思います。どうもありがとうございました。